スラートターニー県は第南部の県の一つ。チュムポーン県、ナコーンシータンマラート県、クラビー県、パンガー県、ラノーン県と接し、タイランド湾に面する。スラートターニーとは、良い住民の町という意味で、この名称は、バチラーウッド王から可視された。県内中央部は、ターピー川によって平地が形成され、ほとんどが草原であるが海岸部には、 マングローブ林も形成されている。西部には石灰石による産地があり、森林に覆われていて、カオソック国立公園が位置している。県内には、寒い諸島海洋公園、アーントーン諸島海洋公園などの国立公園があり、そのほとんどは国の所有物になっている。東部にはバンタット山がある。前述のタピ川やプームドゥアン川が流れ、 バンドン湾に流れ込んでいる。スラートターニー県は、スマン族やマレー系の民族による移住があり、後の3世紀頃から13世紀頃までは、シュリービジャヤ王国の領土であった。チャイヤー軍にはいくつかの遺跡が残っていることから、シュリービジャヤ王国の地方中核都市であった可能性も指摘されている。大の歴史家は、ここがすなわち、シュリービジャヤの首都であると主張しているが、 その可能性は低い。シュリービジャヤの崩壊の後は、この地域は、チャイアー・タートーン、キーリー・ラートの3つの地域に分割された。時は下ってラーマ7世はこの地域を、まとめ上げチャイアー県とカーン・チャナディット県にした後、県庁所在地をバンドンからスラートターニーへ移動させた。スラートターニーはこの時、モントンチュンポーンの首都となり、そのモントンもモントンスラートターニーへと名前を変えた。 スラートターニー県は19の群とに分けられ、さらにその階に131の町と1028の村がある。ありがとうございます。